はい、えー、スパイダーマン、アクロスザ、スパイダーバースですかね。のネタバレをしたいと思います。えー、ネタバレをしたいと言いました。ので、ネタバレをね、えー、させていただきたいと思うんですが、いやー <laughs>、マジかってね、多分思ったと思うんですよね。見た人がね。いやいや、えー、まあそれは最後の方にね、話したいと思いますが、 いやー、やっぱそういうとこだぞ、スパイダーマンっていうね。そういうとこは、いや、あかんぞって感じでしたね。えー、面白かったですけど、まあ前半はかなりね、えー、まあ退屈だったですね。またいつものスパイダーマンかってね。えー、なんか、親とね、この葛藤で、親ばだね、子ばだね、みたいなね、テーマでも、まあスパイダーマン以外じゃなくてもね、えー、まあ、 何十回何百回何千回見たみたいなテーマですよね。もうこのテーマ好きじゃないんですよね、私がね <laughs>。なんでまたかと思って、これでずっと行くのかなと思ったら、最後ちょっとね、えー、違ってくる。けど、えー、まあ、なんでしょうね。えー、その、スパイダーマンのこのなんか無神経さみたいなのがあるんですよね、作り手のね。 まあそこら辺のね、お話をな、泣いてましたからね、人がね。<laughs> 朝の9時にね、えー、日比谷の東方アイマックスレーザーに行ったんですけど、それ朝の9時のアイマックスレーザーに来る人なんて、スパイダーマンのファンしかいないですかね、私以外ね。でも、あれですね、エアジョーダンとか履いてたんですよ、綺麗なね。履いてて、でもうほぼ満員ですよ。で、咳取るのも大変で、で、えー、そしたらまあ、レイのシーンでね、 泣いてましたよ、人。泣かしちゃいかんでしょ、ってね、思います。それもだから、うん、その、なんつうんですかね、その、ちゃんと物語の軸として、その泣けるシーンならいいんだけど、そうじゃないんですよね。まあ、かそこら辺のお話をね、できればいいかなと思うんですが、 まあ、スパイダーマンもこすりにこすられてて、まあ、この前もね、えー、あの、実写版の方、実写版って言っていいんですかね。まあ、最後、の3回目のスパイダーマンですかね。トム・ホランドさんのね、えー、スパイダーマンが終わ、終わったのかな終わったんですかね。で、まあ、あそこがまあバースになってたわけですね。で、まあ、それの皮肉もね、入ってたりして、えー、まあ、 え、ちょっと、なんですか、アクリル絵の具っていうんですかね、ちょっと油絵っていうか、まあアクリル絵の具っぽい、彩色のバースにね、え、あの、白スパイダーもね、白スパイダーウーマンがね、いて、で、まあそこでですね、え、お父さんがキャプテン、キャプテンというのは警察署長らしいんですね。警察署長のお父さんと、 確執がある設定かなと思ったらもうすでに和解してるんですよね <laughs> お父さんと別にここは揉めてないんですよねまあそれがちょっと面白いちょっと肩透かしを食らってて全然揉めてないんだけど、まあ、スパイダーマンお得意の勘違い、えー、勘違いですよねで、えーえー、ピーター同級生のピーターを P しちゃった とね、親父さんがね、えー、勘違いしちゃってそのスパイダー、えー、スパイダーウーマンですね、えー、白スパイダーをね、えーうん、追うことになってるんですが、まあ、これは勘違いが元になってて、まあ、これもスパイダーマン定番のやつですよねで、えー、その父親と娘は別に実生活では全然問題ないっぽいですよねだけど え、その、スパイダーマンであるってことは、ま、スパイダーウーマンであるってことは、ま、スパイダーマンもそうですけれども、カミングアウトできないっていう、ま、そこもちょっといろんなメタファーがね、入っているし、え、子供も大人も嘘をつくみたいなね、話なんですよ。え、だからカミングアウトするっていうのもね、テーマになってんですけど、そこ必要かなっていうね <laughs>。 <laughs> あんまりちょっと刺さらないテーマなんですよね。その親子関係っていうのを刺さらないテーマなんで、ちょっと前半は結構、うん、いつものスパイダーマンだなーってね。あと、ちょっと、その、ビジュアルがね、ちょっと飽きてきたっていうのがね、あるんですよね。ちょっと、うん、もうちょっと、なんだろうな もうちょっとこう見せてほしいなっていうね、その展開の速さでごまかしてる感が結構あったなと思いますね。そうじゃなくて、やっぱり、ああ、あのなんかスパイダーバースに行くとことかもね、えー、ああいうのをこういっぱい見せてほしいなと思うんですが、なんか割とこう、いろんなね、えタッチのやつをこう、やつぎばやに切り替えてね、えー、ごまかしてるんじゃないのかなって私はね、 思っちゃってます。あとちょっとセンスが合わなかったかなっていうね、今回ね。えー、まあ私は一応あれスパイダーマン最初に触れたのはもう40年前ぐらいですかね。それで小学校の時に、えー、出張でね、買ってきてくれた現地のペーパーバッグみたいなやつがベースなんで、めちゃくちゃ刺さるんですよね。このアメコミのこの色が半ズレしてるようなね、やつ。 のね、この世界観とかはすごい刺さるんで、それはまだかスパイダーマン一時情、一時情報を触れ世代なんて <laughs>。で、英語で読んでましたからね。えー、英語で読まされていたっていうのがね、まあ正確で、まあ、まさしくスパイダーマンの世界と同じ感じですよね。そう、その点はね。なんで、えー、スパイダーマンのこの最、一 一つ前のやつですね。はすごい好きなんですけど、この、今回のやつは、うんちょっとなんか、うん青春、コメディかな青春ストーリーに寄っちゃってて、まあそれは、まあスパイダーマンがそういう物語だからしょうがないっていうのあるんですけど、ちょっと辛いなーって前半はね、思ってたんですが、えー、まあね、だん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 話が進んでて、なんかイタリア語、イタリア語のジョークもありましたよね。 あれはちょっとね、どこが元ネタか忘れちゃったんですが、まあ、イタリア語わかんねえやっていうね、うんえー、確かそういうジョークがね、あったと思います。もし、えー、わかったら概要欄とコメント欄にね、うんえー、書いておきます。えー、それでまあ、えー、移民のね、えー、お話で、えー、もう、あんまり言葉も喋れないけど、えー、あなたがね、そこ、今いる、この位置に、ポジションにいるっていうのは、うん、その、ご先祖様のね、 頑張りのおかげなんだよっていうね、まあ。プエルトリコもアメリカですよっていうところで大笑いしてしまった時は誰もみんな笑ってなかったっていう。<laughs> 一応、えー、プエルトリコは何つんですかね。ちょっとな言葉が思い浮かばないんですけど、まあ日本よりはチームですよね。日本はまあ植民地以下なんで、プエルトリコの方がね、えー、アメリカと言ってもまあ差し支えないですよね。なんで、まあ日本っていうのはまあ、 えー、ペールトリコ以下ですよね。アメリカから見ればね。えー、なんで、そこは笑うとこだろうって私は思うんですけれども <laughs>。で、まあね、えー、その、自分がここに存在してるっていうのは、えー、そのご先祖様たちの頑張りのおかげだよっていうね、それをなんか若い人たちはね、えー、忘れてると。えー、まあそれはだからまあ、えー、まあ世代間共通ギャップみたいなね、 年を取れば取るほどそう,いうふうに思うようになるけど、若い時はそんなのはね、えー、全くね、えー、感じないと思うんですよね。まあそれがですね、えー、子供から大人になるね、階段を登る、まあイニシエーションみたいなものになってて、自分だけ良ければいいっていうところから、えー、その大人になって、えー、親をね、親という存在を、ね、認めて、そして、えー、今度は、えー、そのポジションを誰かに、えー 継承していくっていうね。まあそういう話をまあずっとね、えー、いろんな物語がまあ繰り返してるんですが、まあ、だから今回ちょっとエヴァっぽかったですよね。敵がね、あの、えー、スポットっていうポータルをね、えー、扱う敵なんですけど、これ面白かったですよね。なかなか、えー、ちょっと理解するのは難しい。えー、ダンジョンズドラゴンズみたいな感じになってましたけど、えー、あの、あれがもう本当にもうそのまんまですよね。 え、その、ブラックホールみたいなね。何でも吸い込んでるんだけど、そのまま、え、他のところに出しちゃうみたいな。まあ、かなりのメタファーっぽい怪人っていうんですかね。で、まあ、え、そうですね。資本主義のね、メタファーじゃんみたいな、そういうね、セリフもあって、 <laughs> まあ、全くそのままなんですよね、この映画ね。で、途中から、えー、そのー、K2 オーグですよね。あのー、肘にね、えー、釜を持ったスパイダーマンの親分が出てきてね。で、これが、えーまあ、K2 オーグみたいな、えー、親分が出てきて、まあ、だからこれがまあダース・ベイダーみたいなもんですよね。で、全ての、えー、父で、えー、なんか誰かをね、えー、救えなかった。 からこうなっちゃってて、で、全くダース・ベイダー設定とね、同じなんですよね。そして、まあ、いいかり言動ですよね。それで、まあ、結局、えー、その、AT フィールド展開して、AT フィールドをね、破っていくシーンまでありましたから、まあ、今回全くね、同じで、しかもその、スポットですかね、は顔がないんですよね。顔がないっては、日本で有名なキャラクターがいますよね。 顔なしですよね。顔なしを白黒反転させたような感じのキャラクターで、なんかむちゃくちゃ宮崎駿、安野秀明ラインみたいなものをね、えー、感じさせるね、えー、内容だったんですよね。で、まあ、えー、この映画、やっぱりちょっと一番気にかかったのは、その、のスパイダーマンのバースをこう管理してるんですよね。で、そのバースが繋がってるって、 えという設定は何かっていうと、そのスパイダーマンのそのシナリオというか設定を守ってるからこのバースは繋、ね、がってるんだと。えー、それを、えー、不分、不分律子ですかね。えー、異分子ですかね。が、それを壊すとそのバースとは繋がりがも、保てなくなるみたいな、まあ、独自理論だと思うんですけれども、えー、だから、えー、アンクルがね、おじさんが、 えー、まあ、あの、暴漢ですよね。強盗に襲われて、えー、命を落とさなきゃいけないし、それがキャプテンですね。あの、えー、警察署長が、えー、命を落とさなきゃいけないしっていう、そういうお約束ですね。スパイダーマンのお約束が、このお約束二つしかないみたいなんですけど。 <laughs> このお約束をやらないと、このスパイダーバースが保、リンケージが保てないっていうね、ことらしいんですよ。で、まあ本当勝手な設定だなって思うわけですよね。で、それをね、まあこともあろうにね、その亡くなるシーンを、すべての多分、スパイダーマン詳しくないんで全然わかんないんですけど、多分、一人一人ね、こうスパイダーマンファンが、 集ってるわけで、朝の9時からね。だから、それぞれの人に、えー、おじさんがいるわけですよね。そういう、種死別のシーンを、なんか、もう露骨にね、全部のシーンを、流しちゃ、流しちゃうんですよ。全部のシーンをダーっと並べて、あなたの、 あなたのスパイダーマンの、えー、おじさんが亡くなったシーンを探してごらんなさい、みたいなね。無神経すぎるなと思って <laughs>。で、案の定ね、みんな泣いてたんですよ。みんなじゃないですけど、何人かだと思いますが。じゃあ泣く声が聞こえるぐらい、ちょっとね、やりすぎだろ、これはってね、思いますね。それって、シナリオの力で泣かせてるわけでなくて、 その感情とかね、その思い出とかに訴えてるわけですよ。トム・ホランドのやつとか大写しでね、映ったんですけど、これはね、ちょっと、この手法はちょっと賛成できないな。で、しかも、それだけですかっていうことですね。要するにまあグエン とかあの女の子が亡くななったりすするじゃないですかだから結局そのスパイダーバースを保つには誰かが亡くならなきゃいけないみたいなそんなまあ謎理論なんですよね。でまあこれ何かっていうと結局このスパイダーバース要するにスパイダーマンっていうのを、えー、支配してるものは何なのかっていうとそれは、えー、ディズニーじゃないですねなんでマーベルなのかな。マーベル そうまあ、ここソニーですよね。での偉い人たちプロデューサーさんとか偉い人たちですよねが、えー、スパイダーマンを作ってくれって言った時にこうバースがこういっぱい生まれてスパイダーマンバースが、えー、生まれてくるわけですよね。でもそのスパイダーマンのお約束をやらないとスパイ,スパイダーマンにならないと。 バットマンも毎回毎回、あの、両親が亡くなるところから始まるわけですよ。何回、えぇ、ー、ピーされてるんだって話ですよね。それをスパイダーマンも毎回雲に噛まれて、毎回、えー、おじさんが亡くなって、っていうことなんですよね。ちょっとあの、グエンが亡くなるかどうかっはちょっとわかんないんですが、<laughs> えー、毎回そういう大切な人が亡くなっていくと。で、それは、それがないとスパイダーマン、 のバースが保てないっていう風にね、それメタファーで、それがないとスパイダーマンじゃないっていうことなんですよね。だから、えー、スパイダーマンをね、見て、えー、スパイダーマンファンにしてみれば、毎回毎回そこで落下されるわけですよ。そういうスパイダーマンは、いや、もういいんじゃないかな。また、多分これがこういう、今回私みたいな考えの人が作ったと思うんですよね。 なんだけど、あんたたちこっちの方が好きなんでしょっていうね。だからファンに対する嫌がらせでもありますよね、あのシーンはね。こういうシーンがないとスパイダーマンって認めてくれないんでしょっていうね、感じもかん、えー、感じられたなと、えー。だから違う結末を今回やりますよというね、えー。そういうことなんだろうけどうーん、ちょっとやりすぎてるんじゃないかな、あのシーンはと思いますね。 やっていいことと悪いことがあるような気がね、するんですよね。で、まあ、この振りでね、この映画が、まあ、ネタバレ、さらにしますけれど、この映画が、だから壮大な振りだったってことが最後わかるんですね。なんと、とんでもないとこで終わってしまうっていうね。<laughs> ええー、こっから盛り上がるんじゃないのっていうね、えー。アベンジャーズ結成しました。じゃあ行くぜ っってなったところで終わるっていうねこれは、あと何、まあすごいね、えー、だから、いっぱい出てきたんですよね。まずお父さん役のお父さんみたいな人がもう何人も出てきてるわけなんですね。あの、K2OG の人とか、それから、あれがラスボスと思っていいと思うんですけど、えー、それから、えー、あれですね、あのー、 絵描きの人ですかねそうですね。あの、えー、絵描きのポンなんとかっていうあの桜木ちゃんとかにね、あの、スプレーで描くやつですよね。えー、あれの絵描きのおじさんとか、それから実際のお父さん。で、これは、えー、ホワイトスパイダーウーマンの方にもいるし、えー、まあ、それから、 えー、自分のね、だからシャドウですよね。自分のシャドウとして、えー、ユニバース1600いくつっていう、えー、主人公がいるバースでは、えー、スポットっていうのが自分のシャドウとしていて、そして、えー、ユニバース42っていうところで、今回多分初めて出たんだと思,思いますが、えー、ユニバース42の雲にかまわれたんですよね、確かね。で えー、その42位には、えー、スパイダーマンがいない世界。要するに、ま彼がね、えー、噛まれちゃったおかげでスパイダーマンが存在しない世界。で、まあ、これはだからあれですよね、えー。クリスマスキャドルなんですよね、ここね。で、えー、彼がいない世界では、えー、まあ、世の中がこう、バックテジザフューチャー2みたいになっちゃってるですね。ビフタ多年王国みたい。 だからあれもクリスマスキャドルが元ネタなんで、結局まあ繋がってきちゃってるんですよね。で、クリスマスキャドルみたいになって、で、その世界で、えー、牛耳ってるのは、えー、なんと自分だった。自分のコピーっていうかね、別バースの自分だったっていうことですね。まあこれがだから最後のラスボスになって、そのラス、えー、別バースの自分を、の、えー、後見人が、まああの、 えー、おじさんですよね。えー、っていうことなんですね。だから、まあこれからまたあと一本できる、作れるは作れると思うんだけど、また、またやり直すのもたるいなっていうのはありますよね。<laughs> ここからやるのたるいなーって、また2時間半、2時間ちょっと見な、見るの、たるい気がね、すごいしますね。もうここ、 結構面白い感じでね、最後の方行ったから、あと30分使って終わらせちゃった方が良かったんじゃないのかなってね。3時間ぐらいすれば良かったんじゃないかなってね、思いましたね。えー。まあ、だから、今回のスパイダーマンですが、まあ、スパイダーマンのお約束をね、やって、でもお約束をやられてる中の主人公っていうのはたまったもんじゃないわけですね。まあそういう映画っていくらでもありますよね。 その映画の中や小説の中から主人公が出てきて、えー、それで、えー、監督や脚本家に文句言うっていうね。まあそれをやってるわけですね。えー、回しにね、でやってて。で、これは、まあ結局何なのかっていうと、これは、このスパイダーマン見て泣いたりしてる人たちのことだと思いますね。えー、毎回毎回スパイダーマンがもう、えー、結構なと、としだからさ、 もう100年はわかんないですけど、まあ、かなり続いてるわけで、毎回毎回、こう、スパイダーマンが新しくなって、こう、バースが増えていくわけですよね。そのたんびに毎回同じことをしていて、で、毎回それで泣いて感動してるようああいう、あ,あれぐらい、まあ、スパイダーマンがいっぱいいる世界ができちゃってるわけですよね。ね、T-Rex までいましたから、だから、それをね、えー、まあ、 え、皮肉ってるっていうことですよね。お前たちが、おこの、まあ、えー、スパイダーバースをこう牛耳ってるね、えー、あの、ケツオーグの人ですよね。あの人は、まあ、えー、普通に見れば、えー、マーベルの,の偉い人っていうことなんだけど、あれは、まあ、裏返ると、えー、スパイダーマンを支持してるファンなんですよね。 だから、毎回毎回、えー、これはスパイダーマンじゃない、スパイダーマンだ、みたいな、そういう判断基準は、やっぱり、えー、その、おじさんがね、えー、亡くなるとか、そういうことなんですよね。それをね、求めてて、この新しいスパイダーマンをね、えー、受け入れないっていうね、まあ、そういうことだと思うんですよね。だから、まあ、それを、えー、メタファーとして、今回、ぶち込んでるんで、えー、新しいやつ作りたいんですよ、っていうね、ことを、 だ,と思いますだから、まあ、えー、次のビヨンドザバースですかね。は、えー、まあ、今までのスパイダーマンのお約束をひっくり返すんだろうな、と思いますね。なんで、えー、まあ、ちょっと逆手に取ったやり方なんですけれども、嫌いじゃないんですが、えー、ちょっと、その、演出ね、やりすぎたんじゃないかなってね。まあ、私はスパイダーマンファンじゃないんで、 えー、とやかく言う資格はないですけれども、ちょっと、やっちゃいけない線を、ちょっと、踏み越えてしまったんじゃないのかなと思いますね。まあ、ショック療法みたいなもんだ。まあ、所詮ね、漫画ですと。所詮アニメですと。所詮映画です。もう一回目覚ましなさいっていうことだと思うんですけれども。 <laughs> ちょっとやりすぎたなーってね、えー、私はね、思いましたね。またなんかね、気づいたら、えー、動画上げたいと思います。